ちゃこんにちは。はい。豊さん。はい。DeNA は何予想にしてましたっけ？順予想。いや、バウアーが来て、はい、菅野が故障したから、はい、3位と4位入れ替えたよ。そうですよね。バウアーも故障、はい、どうなったよ。バウアー今なんかあの肩の張りとサイン会で忙しいみたいです。サインもするなって、肩疲れるから、使うから。そうですね。本当に投げてくれるんですよね。そりゃ知らないよ。その投げるために来たんだろうからさ、はあ、でもチームが今こういう状況なので早く投げてほしいんですが、今連敗中です、まあ、4連敗な、はい、ということ で、チームの総本塁打も1本、うん、で打率が、2割0分8厘で防御率が 6.14 で失策4というあとね、はい、開幕が失敗したな。青柳ということで青柳対策で左バッターを並べたと、牧以外ね、まあ、確かにデータを見るとレギュラークラスの右バッターは抑えられてると、はい、まあ、だけど慣れないポジションもやらされたりだとかさ、はい、まあ、いろんなことで、まあ、ミスから失点をしたと、うん、まあ、ここら辺がやっぱりちょっと誤算が招いたよね。誤算を招いた、はい、開幕最初から奇襲に出るほど自分たちは弱いかって思うよね。あ、こんなにレギュラーって信用ならんかって、アウェーに対してもと俺は思っちゃうんだよ、はい、いや正々堂々と言って負けるのは仕方ないじゃないかと思うんだよね、うん、でましては向こうはエースは残ってて、こっちはエースを WBC に出てるっていうことを出してるっていうことを考えるとさ、うん、正々堂々と行けばいいのになとか思ったんだけどね。でまあ蓋を開けてちょっとびっくりはしたんだけど、まあそれも開幕までに時間があって、うん、まあいろんな角度から考えたんだと思うよ、はい、まあ、だけどプライドを持ってね、レギュラーというプライドを持って最初の試合だからさ、今シーズン、はい、それがみたいな、ね、打順組まれて、うん、青柳よく考えてきたなみたいな、うん、とは思わなかったんだこれ。ああ、じゃあ、 あの見た時にあれ、うん、っていうことの方が大きかったんですね。やっぱり宮崎はいない、桑原はいない、外外してる、はい、どうなんのみたいな、うん、いくら払ってんの球団はって。そうです、ね、レギュラーとして、はい、それを外すかみたいな。あれはもう、だからもうキャンプ中から首脳陣で話し合ってっていうことだったわけですよね。じゃないの。そうですよね。それはまあね、中の数字だとか正確な数字っていうのは分からないからね、はい、だから何とも言えないけど、俺はやっぱプライドっていうのはそこだと思うんだよ、うん、1年戦っていく上のね、はい、まあ、それとやっぱ佐野と宮崎の 1,2 番は合わない。これちょっとびっくりしたファンも多いと思うんですけど、やっぱね、適材適所っていう適任っていうのがある、はい、宮崎の2番、うん、1、2番っていうのは、まあ、阪神が近本と中野、はい、怖いのは、うん、DeNA かもわかんないけど、めちゃくちゃいやらしいなと思うのは阪神だよな、はい、いやだから動けないっていうのが最大の弱点になってるよ。そうですよね。塁に例えば出たとして、そこからどう一個ずつ塁を進めていくのかっていう。だからセカンドがさ、はい、綾瀬バス停付近だもん、いつも混んでる渋滞起こしちゃう。そう、渋滞起こしちゃう綾瀬バス停付近でセカンドがね、はい、うん、ほんでサードベースが、はい、あの海老名サービスエリアが混んでるんだよ、いつも混んでる。いやだからもうそんな状態でさ、やっぱ長打を求められてるバッターが、はい、やっぱ 1,2 番打つと、この長打で返すバッターたちが、じゃあ牧か、はい、外かになってくるよね。あと楠本今選手だった、まあ、楠本3番打ったりとかしてるけどさ、はい、去年までは佐野3番、宮崎5番、で牧が4番、はい、これである程度の戦い方ができたんだから、はい、まあ、楠本も成長してるとはいえ、じゃあその中でクリーンアップを出して怖いかっていうとさ、まあ、そうでもないだろうしね。あの今この1、2番を佐野選手、宮崎選手にしてる意図っていうのは、だチャンスを広げたいんだよね、一番確率のいい1、2番だから、そのマヒットで DeNA で、うん、そう出てほしい、うん、まあ、確かに機能する場面もあるけどもね、はい、あるけども、やっぱこう塁に出た時に何もできないというさ、はい、こうなってくると、あ、宮崎もなんか2番打ってて故障しそうな感じもするしな、動かしたりとかしたりだとか、クリーンアップの長打で帰ってこなきゃいけないってなると、はい、あいつ去年もなんか肉バラかなんか起こしてるでしょ、で佐野も走れないしね、はい、だからそれ考えるとやっぱこう課題が克服されてないんだよね。うん、課題が克服されてないっていうのは若手も伸びてないっていうことなんだよ。うん、
まあ頭痛いな、ここら辺はな。そうですよね、やっぱりそのチーム打率も本来だとやっぱ DeNA って打ち勝つっていうイメージが強いので打率が低いっていう、まあ打ち勝たないと勝てないよね、はい、戦い方はね、うん、やっぱこうなんて1点を取れる野球っていうんじゃなくて、やっぱ破壊力だからね、あそこはね、はい、足を使ったりとかできないから、その分やっぱ打っていかないとね、率を上げていかないと。そうですよね、うん、そういう意味でも今その6番に桑原選手とかにしてるっていうのは、はい、豊さん的にはどうですか。桑原はねどこでも打てると思うんだよ、うん、あの子はねやっぱ勝負強いしさ、はい、6番でも打てると思うんだよ、うん、でも彼がやっぱりチームを引っ張っていくっていうことを考えないと、やっぱ佐野が一番。じゃあ桑原との気持ちはどうなのかっていうとさ、やっぱ桑原のあのなんか当たってでも出るような、うん、はい、そういう精神っていうのはやっぱり一番に置いときたいなっていうのはあるよね、はい、で佐野は6番 確率が一番高いバッターだから、うん、まあ、そこに置いといても、うん、やっぱ溜まってきたら佐野に回ってくる、はい、おっしゃらすごく嫌だよね、はい、まあ、そういう意味ではちょっと打順の組み方も変えた方がいいのかなとは思うけどね、うん、これもやっぱりいろいろ考えたりだとかさ、はい、データも出してると思うんだよ、その方が点が入るとかどうのこうのって、うん、でも人がやることだから、はい、データ以前に、うん、じゃあ佐野が1番が好きかっていうとどうなのか、うんうん、宮崎2番好きですよって言うかっていうとさ、うん、だからそこら辺の仕事のできる環境、はい、では俺はないんじゃないかなっていうふうに思うんだよ。もう少し仕事だからさ、データも大切だけどもやっぱりやりやすい環境、まあ、例えば宮崎だったら5番に打ち慣れてる、はい、その方が結果が出しやすいんだったらやっぱ戻すべきだと思うしね、データ無視して。だからデータがこう絡んできて何でもデータ通りになってくるとつまんないしね。そうです、まあ、つまんないというかそれが正しいんであれば、うん、それは一番本人たちもいいけども、うん、だけど本人たちが望んでないんであれば、うん、やっぱ少し考えた方がいいね。いや適任じゃないだけにさ、1、2番が、はい、ちょっとこれは話し合ってやっぱ変えた方がいいかもかな。そうですね、動力っていうわけではないですもんね、この1、まあ、そうだね、2番は。そうですね、あとやっぱりその全体に防御率が今非常に悪いっていうのは、まあこれは、まあ、しょうがないよね、まあ、この時期だから、はい、悪ければボーン上がるしさ、そうですね、良くて抑えればさダーンと下がるし、はい、だからまあこれはねあまり意識することではないと思うけど、だけど先発ピッチャーが割と早い段階で降りてんだよね、はい、このままいくと中継ぎ陣がいくら強力とは言っても疲れを伴って崩壊していくよね、はい、うん、だから先発ピッチャー頑張らないとさ、だいたい3回ぐらいで降りてるから。あ、先発ピッチャーそうですよね、うん、そこからやっぱこうつなぎになってくるとさ、はい、大変だしな。あの本当負担かかってきちゃいますもんね、うん、どんどんどん。バウアー投手はいつぐらいに投げると見知らねえよバウアーいやいやいや、ほら OB として多分みんなファン知りたいんですよいや俺だってもう見たいよお前いやそれはさお金出してんだから投げろって言いたくなるけどさそうなんですよ。いや本人が痛いって言うんだろうけど、それは無理させらんないだろう。本当に痛いんですかね。いや分かんない、痛みは本人しか知らないからね。でもねピッチャー曰く、はい、ね、本当に肩が痛いんだったらサインなんかできないって。やっぱそのぐらいね繊細になもんなんだって、うん、でもサインができないぐらいだったら相当痛めてるけどなまあそこまでではないと思うから、はい、まあ、投げれてもゴールデンウィーク中なのかゴールデンウィーク明け、もう少し気温が暖かくなってからかなっていうような気はするけど ね、 そうですね、まあ、ね、本当に投げてくれるんだったらやっぱそれは安心ですもんね。でもさ、はい、そこに一喜一憂しててもな、うん、オースティンがいつラインナップに戻ってくるかとかさ、もうそんなとこに振り回されてるんじゃもうしょうがないよ。優勝なんか狙えないし、だから A クラスも狙えないよ。そうですね、もうだから DeNA ってこういうのちょっと多い、多すぎだろ、多すぎだよ。いやもう少し契約うまくしないとな。そうですよね、うん、ちょっとかわいそう。だから何試合以上投げないと給料は半額しか払わないとかさ、うん、はい、うん、そうしないとね、うん、契約の仕方っていくらでもやりようがあると思うんだよね、はい、でオースティンに対してもそうだよね、うん、まあ、もう遅いけどね、はい、遅いけど契約しちゃったからでもなあ、いいよなあ、あれだけもらってて休んでて金が入るんだからな。本当ですよ、普通の人じゃちょっとあんまり考えられない感じですからね。もうしょうがない、本当に痛いんであればね、うん、はい、うん、
まあまあでもタイガーまだ4試合だからね。そうですね、バタつくことはないかもわからないけども、やっぱ問題点はね、はい、やっぱこう早く修正した方がいいし、うん、確かにその開幕前にミーティングでこうやっていこう、ああやっていこうっていろんな考えをすり合わせてこうなったと思うんだけども、はい、それが間違いだというふうに思ったらすぐ修正した方がいいよね、はい、まあ、意地にならないようにね、うん、してほしいなっていうふうに思います。そうですね、はい、まあ、DeNA ファンとしてはやっぱりね、打ち勝ってこう気持ちよくこうハマスタでこう、ね、歓喜するでスターシャもするっていう見たいので。マキも疲れてたないやそうです、疲れても頑張ってますよね、まあ、やっとね打ったりとかしだしたけど、はい、マキは疲れてた、踊りで疲れたんじゃないかと思って、はしゃぎすぎてシャンパンファイトも面白かったですけれどもね、まあ、頑張らないとな。そうですね、はい、はい。